どうも、お花です。それじゃあ今日も適当に喋っていきたいと思います。俺、大学の友達で2人付き合ってるカップルがいるんだけど、もうかれこれ6年ぐらい付き合ってて、で同棲もしてはいるんだけど、まだ結婚してないみたいな、そういう状況なんだけど、ただその2人ずっとさ付き合ってるから、やっぱそんぐらい長く付き合うと、まあレスになりがちなのに、全然レスになってないので、その理由がとにかくね、お互いもう変態すぎて、V の作品に出てくる企画ものみたいな、なんかそういうねプレイばっかやってんのよ。だから普段のプレイがそういったものが多すぎて、もう斬新で飽きないんだって。でさらにね、彼女らが誕生日の時にプレゼントとは別にね、そのお互いがこういうことやってみたいっていうプレイを否定せずに必ずやるっていう、そういうなんか決まり事があって、で今年の彼氏さんの誕生日に彼氏がリクエストした、まあ、プレイがあって、それがVR ゴーグルあんじゃん。で結構いいやつ買ってもらって、でその VR ゴーグルつけて VR AV 流すんだけど、でも普通はさ、 VR AV ってその疑似体験してる風に見えはするけど、視覚的なね疑似体験はできるけど、でも実際に触られてるわけじゃないからさ、そこはね物足りないわけじゃん。映像で見てはいるけど、その触られてはないから、そこが物足りなくって、でそこの触られてる部分を彼女に補わせたのよ。わかる、言いたいこと。要はV でさ、じゃあ仮にどこかいじられてるとしたら、映像でいじられてるだけで今までは終わってた部分を、彼女さんがその映像に合わせていじってくれるっていう、気色の悪い、いやごめん、神秘的な夢のようなプレイがここに誕生したわけなんだけど、もう彼氏から聞いたんだけど、もうすっげー気持ちよかったんだって。でもうほんとビジネスにできるぐらいのクオリティだったらしいんだけど、ただもう彼女さんの負担がでかすぎて、その画面動画のさ内容に合わせて自分も動かなきゃいけないから、かなり疲れるらしいのよ。だから彼女さんにお願いするときは、もう相当機嫌のいいときか、年一の誕生日のときにお願いするって言ってた。ちょっと俺のささやかな抵抗の話をしたいんだけど、例えばさ、ネットでいろいろ検索するときに、じゃあ乳首っていうワードをさ打とうとするじゃん。でそうすると普通にね、携帯で乳首って打てばすぐ出てくるんだけど、でもそれでさ乳首をさパパッと打って、それで検索しちゃうと、俺次にチって打ったときに、もう一番最初に乳首がさ出てきちゃうわけじゃん、キーボードの予測変換のところに。でそれ俺すげえ嫌なの。なんか俺がさ変態野郎みたいじゃん。まあ、変態野郎なんだけど、なんかそのね、友達と一緒にいるときにたまたまキーボード俺の携帯見ながらチって打った瞬間にいきなり乳首が出てきたら、え、お前何、乳首って検索してんじゃんみたいなさ。でそれをさ、なんつうの、彼女とかに見られたら終わりじゃん。でそれが嫌だから、俺の中のささやかな抵抗として、まず乳首という単語を検索したいのであれば、まず牛乳って俺は打つので、そうするとその牛乳の牛の部分を消して乳首の血をまず作るわけよ。でその後に首輪っていう単語を打って、で首をね作って、でそれをくっつけて乳首っていう風に俺は作ってるんだけど、もう二度手間じゃんそんなの。でもその二度手間のおかげで俺は今まで幾度となく助かってるわけだから。ナンパもそうよ、ナンカレーとパチンコって打って合わせてナンパにしてんのよ。キモいでしょ。就活したことある人ならわかると思うんだけど、 SPI の試験ってあるじゃん。で SPI の試験ってさ、勉強するのめんどくさいから、それをね簡単に勉強しなくても通過できるようにSPI の回答集みたいなのが世の中で出回ってて、で俺の代とかもあったんだけど、例えば OB からもらうとか、ヤフオクで買うとか、なんかそういういろんな方法があるんだけど、その SPI の回答集使って、まあ、SPI をやってたやつが多かったので、恥ずかしながら俺も OB からもらってたのね、その当時就活生だった時は。でまあそんな中、今アルバイトしてくれてる大学生の子が就活で、で実際に SPI の回答集をヤフオクで買ったっていうのよ。でそのヤフオクで買った商品のなんかまあ見出しみたいなところに書いてあったのが、もう最新版で早慶上智の、まあ、頭のいいやつらで問題文を繰り返しといて、かなり正答率の高い
回答集になってますみたいな、そういう謳い文句で1200円で販売してて、それをまあアルバイトの子が買ったのよ。で、俺の時の回答集と今その子が買った回答集どのぐらい更新されてるんだろうと思って、俺パソコンにねその当時のデータ残ってたから開いて見てみたの。そしたらね、全部一緒だったの。何にも更新されてない。もしねこれから就活を受けるみたいな子がいてこの動画見てたら、そのね SPI の回答集、世の中に出回ってる販売してるもの全部一緒 で全部古いもので何の更新もされてないから、マジで買わない方がいい。でたとえ買わなくても OB からもらった回答集、それも全部一緒だから、もう自分でやるのが一番いい。